はい、揺れる尖閣諸島問題ですよね。日本と中国、そして台湾やアメリカを巻き込んでのこういった事件になってますけども、その一方でね、やっぱあの国が来ましたよ。なんか韓国がね、もうせこいことやってきましたよ。はい、ちょっとニュース読み上げます。このね、画像を見てください。ちょっと動画の説明欄にもつけときますけども、日本の排他的経済水域内で海上保安庁の測量船が韓国側から調査の中止を、ね、要求されていたことが分かりました。これどういうことかっていうと、日本の海域で普通にね操業していたら、韓国の船がやってきて、いや、うちの領海でやんないでくださいみたいな感じでね、放送するんですよ。ふざけるなと。中国と同じ戦法なんですよ。というのが、どうせ日本っていうのはその固有のね領土に入っていっても別に何もしねえだろみたいな感じで、少しずつね自分の領土を広げていって日本の領土を奪い取っていこうとしている、その中国の作戦を韓国も見習ってるってことなんですよ。韓国はね、日本と対話のなんかね余地があるとかなんとか、あの大統領声明出してましたけども、まあ結局こういうことなんですよね。でこれもね、やっぱり日本も悪い、日本もパシッとしたね、報道をしない、このマスコミに問題があると思います。私みたいなね YouTube がいくら頑張ったところで、多分ねこう国際的には何の意味もなさないんですよ。ただまあやりますけどもね、一人でも多くの方が見てくださるようでしたら、やっぱここはね長年の信頼と努力によって培われたマスコミの力を持ってですね、日本の領土を侵すなみたいな感じでね、靖国に前参るのをいちいち中国韓国言うなみたいな感じで声を上げていかないと、結局弱腰外交っていうのは外交が弱腰なんじゃなくて、マスコミが弱腰なんですよ。マスコミがなぜかね、あの中国より韓国よりなんですよ。日本のマスコミ、どこのマスコミなんだよって感じですよね。続き読みますね。15日午前4時半頃、東シナ海の日本の排他的経済水域内で、海保の海上自衛隊ですね、海上自衛隊じゃない、海上保安庁の測量船、平洋に対して、平洋でいいんでしょうね、平洋に対して、韓国海洋警察庁の船が調査の中止を要求してきたという、そんな言う権利あるかってことですよ。日本政府は外交ルートを通じて、韓国に対し抗議した。抗議じゃなくってね、なんかないのかと。こっちからも同じことやってやれって話ですよ。現場の海域は韓国も排他的経済水域を主張していると、ね、韓国っていうのも結局ね、中国と同じような作戦を取ってくるわけですよ。そういうふうなね、もう本当につまんない国なんですよ、韓国ってのも。韓国ね、何なんだよと思いましたね。はい、ということでございまして、今日の放送終わりです。ちょっと感情的になってしまいましたね。では、いってらっしゃい。